松市にある自宅の敷地で父親の遺体を焼いて遺棄したとして死体損壊などの疑いで逮捕された29歳の男が、父親に認められていないと感じていたと供述した上で、父親の殺害もほのめかしていることが分かりました。警察は男が不満を募らせて父親を殺害した疑いもあるとみて捜査を進めています。高松市江南町に住む会社役員の林田隆容疑者は、自宅を兼ねた会社事務所の敷地で勤務先の社長でもある父親の明さんの遺体を焼くなどしたとして死体損壊や死体遺棄の疑いでおととい逮捕され、昨日身柄を高松地方検察庁に送られました。これまでの警察の調べで、林田容疑者は仕事をめぐって食い違いがあったという趣旨の供述をしていることが分かっていますが、その後の警察への取材で、父親に認められていないと感じていたと供述した上で、父親の殺害をほのめかしていることが新たに分かりました。警察は容疑者が不満を募らせて明さんを殺害した疑いもあるとみて、引き続き遺体を捜索するとともに、容疑者からも事情を聞いて詳しい経緯を調べることにしています。